こんにちは、はじめまして。私はカウンサーと申します。今、28歳で、自己紹介をさせていただきます。私は高校生時代から、農業機械、オンラインや整備する仕事に興味があって、お茶の農業ビジネスに携わりました。大学の数学学部3年生まで勉強しました。大学生時代にも、自分の農業機械の保管仕方をボランティアとして教えたこともあります。ジャイアンホテルに農業機械、ランダルサービス、営業担当と機械整備管理仕事を3年間ぐらい働きました。その時から日本の農業機械になりました。山にない技術を日本で働きながら、勉強したいと考えて日本語を勉強しました。地域学校図書館に日本語、農業福祉学研究員を受ける予定です。お茶の農業へ応募させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。